成果的な成果です。例えばちっちゃな子供にね、おい成長したねってどんな時かって、大きくなった時ですね。これは成果です。会社で言えば売上であったり、会社の規模であったり、社員の数であったり。そして今度新入社員、おいお前成長したな、どんな時かってスキルがついた時です。これは木で言うと幹ですですね。そして最後に心の成長です。これは根っこです。見えないんです。ところがこの根っこというのは、過酷になればなるほど根を張って、ね、水を求めて根を張ると言われています。つまりですね、この時にね、初めてピンチはチャンスという言葉の本当の意味を知りました。ピンチだから心が育つんです、向き合えば。でもそこをまたスキルによってやろうとすると、それはチャンスに変わりません。でもう一つ気づきました。スキルと成果はいい時じゃないと育ちません。これ皆さんのですね、社員に対しての多分そうだと思うんですけど、社長って心が大事と思って、心を同時に教育しようと進みますよね。すると心を言われればわからないから、まだ心が病んでしまう。その状態でスキルはつきません、成果も上がりません。だからスキルも成果も心の状態がいい時じゃないと成長しないですね。で、心っていうのは逆ですね、悪い時でないと成長しない。でも悪い時って自ら招くことできますか？よし明日会社潰そうできませんよね。でその時にですね、まあ、師匠が常に言ってる、やっぱり感謝よと。そして俺は10年間感謝する努力をしました。あのね、人の前に立って手が震えるでしょ、これ止めれますか？止めれないね。じゃあ感謝言えって言えって言えますか？言えないね。感謝ってそれだけものすごく重たいことじゃないですか。あの、言わなきゃいけないって分かってるけど心から言えない。でもね、俺証明しました、10年やりました、それを。そしたら感謝できるようになるんですよ。不思議と。するとですね、社員が育つんですね。社員が自ら仕事しだすんですね。そしてそこに感謝を言えるようになるんですね。もっと言うならば、感謝を言える状態ができるんですね。うん。で、まあそういうことをですね、ずっとこう学んでいく中で、まあみんなも多分、なんていうのかな、あの、人って育たないよねとか、こういろんなね、いろんなこだわりを持てば持つほど、なんかこう何が正しいとか正義とかっていうね、正しいって言えば言うほど人とトラブルを起こしてしまう、ね、なんでなのって、俺間違ってない、正しいのにって思ってるでしょ。でもね、これね、冠位12回という中で、あの、中国から仁義礼智信という言葉がありますね。仁義礼智信、これを日本に入ってきて、日本は聖徳太子が冠位12回って順番を書いてるんです。上から仁、そして礼、信、義、智っていうふうに。中国は信が最後です。なぜならば中国は誓約制です。人は疑って書かれです。だから一番最後なんです。でも日本は一番下はです、智です。なぜならば最初勉強することから始めますね。勉強すると行動を取れる、行動を取ると、結果が出る、結果が今度は成果になる、すると自分は正しいと思います。そして正しい者同士が喧嘩するんです。で、喧嘩のっていうのは、この人の意見が通った時、自分、俺は損したと思うんですね。損得は善悪にほとんど変えられます。この時にですね、日本にはこの義の上に信があるんです。なんというか、いや、お前たち正しいと言ってることは正しい、でもね、まだ下から2番目よと、その上に信があると。ところでお前たち信頼関係できてるの？これはね、片一方だけじゃダメなの、両方が網寄らないと信頼関係って生まれない。そして信じられる人っていうのはその上、礼です。人に感謝したり、ね、尊敬ができる人です。その上、そういう人たちには信頼が集まります。その上に仁があります。この仁は何かっていうと、尊敬される人ですね。つまり仁愛、周りの人に対して人事を尽くす、あの、徳をですね、分かりやすく一言で言うと、世のため人のために役に立つこと、これが徳です。これがおそらく皆さんは子供にそういう教育をすると思うんです。しつけとは何ですか？世のため人のためにお役に立つことをする、または世に人に迷惑をかけない大人に育てる、これがしつけと多分言うはずです。じゃあ自分はどうなのっていうふうに、こうね、俺は自分自答してしたんですね。そして10年
で、こういうその、何かに迷った時に、導くというか、導くわけじゃないんですけど、何か自分の中で内観した時に下から湧き出てくるような思いというか、ここに俺は答えがあるんじゃないかな。外に向かうと外からの声を影響して、自分いかにも自分の言葉のように話をしてみたり、そこから影響に外のせいにして何かを言われるとこの人に反発をしてみたりっていうことが起きるじゃないですか。それって繰り返しますよね。だからやっぱりこう内に内にってこうなっていって、自分に足りないものは何なのかなっていう、まあ、こういったことがですね非常に大事じゃないのかな。その中で、まあ、神道というですね、一つの項目に私が行き着きました。で今日はですね、ムガールさんに来ていただいてますけれども、実は私が神道の頃伝えるという活動をやってまして、今4万ちょっとぐらいの人たちがあのファンになってくれて、だいたい投稿すると、3万から50万人の方々が見ていただく。その中の一人がムガールさんです。そしてムガールさんから私にコンタクトがありました。ぜひ会いたいと、で実は福岡に住んでる。あ、福岡ですか。じゃあ福岡のね、あのちょっとグランドホテルで会いましょうって言って会ったら、ムガールさんが、神道の頃伝えるは宮司さんと思ってたらしいです。なのにこんな風貌の兄ちゃんがいると。でもそこでですね、いろいろイスラムについてとか神道について交流する中で、これね面白いんですけど、自分よりなんかいろいろ知識ある人を見たらですね、勝負しますね。俺の方が知ってるんだみたいなね、試そうとする、ね、または、まあ、この人なかなか分かってるなと思うと教えをいただこうとする。またこの人分かまだ俺の方が知ってるなと思うと教えようとする。でもムガールさんとはどれでもないんです。そうよね、そうよね、そうよね、そうよねで5時間経つんですよ。そして俺がムガールさんのことを書こうとしたら自分のことを書いてるんですね。でそれくらい非常にね意気投合して、はい、でもう今回もですね、実はあの子にね、ミレ、マリちゃんの、娘ちゃんでリナちゃんやったからね、リナちゃんが、ムガールさんと共に2日間過ごして、ムガール学校を開きたい、私はこういう考えを世に広げるような仕事したいっていうふうな言葉があって、で帰りムガールさんとですね福岡で送って、車の中で2人で話しながら、何かやれたらいいねって、まあ最初は 2,30 人でやろうかって言ってたんですよ。それがなんとレセプションでこれだけ多くの方々が集まってくれて、ね、しかもメール一本ですね、ね、ね、メール一本ですね、どれだけ今ここに志の高いですねエネルギーが集まってるかと。だから今日は皆さん一人一人つながってもらいたかったんですよ。このイベントはですね、もうこう喋って終わり、もう多分明日忘れてます俺が何を言ったかなと。でもここでできた絆は一生でしょ。人っていうのは一生のうちに一度や二度は誰かに頼りたいねっていうことがあると思うんです。助けてもらいたい、その時にあなたの周りにどれだけの人がいますかってことです。今日はそこをその力を持っている人たちが多分ここに集まってます。だからぜひですね今日は、一人一人がつながって何か誰かが起こそうとした時にみんなでねそれを持ち上げてやろうと、ね、あの組織のですね今考え方が、以前はですね、融合という A と B から C が生まれるというこれが組織の中心の考え方です。これは産業革命、その次がですね、統一という考え、 A が B と C を吸収していくという、はい、ね、これ戦争もそうですね、戦略していく。で今は何か、今はですね今は統合という時代です。これはですね部分が集まって全体になるという考え方です。そしてリーダーは役割によって変わるという、はい、つまりここにはですねそれぞれがリーダーシップを図れる人たちが集まってると思うので、ぜひ今日はですね、はい、皆さんのこの集まりを持って何かが誰かがこうやりたいって言ったらその人がリーダーになってみんなで持ち上げる、そういうイベントをですね今後も開催できたらなと思っております。